知らないアムロ専用機が無限に生えてくることに困惑するみんなの反応集。ではどうぞ。アムロ専用機の中で一番影が薄い、それが僕です。誰いや本当に誰、影が薄いというより知らないな。紹介しよう。ゼロ式2型だ。漫画ゼータガンダムデファインに登場するリック・ピアスト100式のミッシングリンク的な機体である。ゼロ式オアムロ用に回収した機体らしいよ。知らなかったもん。そもそもその素体のゼロ式を知らなかったよ。この左のが元のゼロ式らしいもん。こうして見るとかなり100式っすね。素人の意見ってやつっす。100式とゼータとリックディアスを混ぜて赤い塗料に落っことしたようなモビルスーツっすね。おお、赤い。本編で100式じゃなくてゼロ式にシャアが乗った方がしっくりきたかもしれないっすね。とにかくガンダムの外伝ってのは後付けで色々と生やしてくる危険な作品群なんだ。モビルスーツバリエーションは見にくい。模型雑誌企画は大体見にくい。どうしてアムロはバカみたいに専用機があるのか教えてくれよ。ほとんどパラレルですよね。まあ気にしないで、シャアとかも腐るほどありますから。アムロやシャアに頼らないと箔がつけられないのは外伝の悲哀を感じますね。デファインは外伝とは少し立ち位置が違うと思われるが、確かゼータそのもののコミカライズっすよね。少なくともゼータガンダムデファインはゼータガンダムのコミカライズ版だから完全にパラレルなのん。オッパトーペの空飛ぶ支援機やん。殺したくなってきた。まあ気にしないで。蓄積武器増えた結果戦場で点で見なくなりましたから。バトーペすげー。感動するくらいマニアックな機体山ほどだし。待てよ、こっちもお前に負けてないと思うんだぜ。ジェダアムロゼータ1機バー超危険アムロ専用機ホワイトゼータレース。こんなのがあるならリガビとかいう情けない機体を超えた情けない機体なんて必要ないんだよね。連邦のコメント、アムロにガンダムは絶対通すな。いきなりポンと100式が出るのっておかしくない？よし、じゃあ企画変更して100式につながる機体を出そう。って感じで漫画のゼータデファインに出てきたから影が薄いのはしょうがない。本当にしょうがない。じゃあ間にあと99機あるんすかね。おそらく未完成だったり設計図だけとかのが大量にあるのだと思われるが、ゼータの時にもしくはトロがアクシズに帰ったらのエージール2が用意されてるんだよね。すごくない？またもや足がないようだが、って感じっすね。DJ3R にアムロは乗るのか教えてくれよ。アムロキアシャー専用と DJ のバリエーションがここ何年か増えてるけど、俺って未だによくわからん変なやつのままじゃない？お前だけ腹違いの子供みたいに他の兄弟とは違う感じ。そもそも本当に DJ でいいのかっていうのをまず疑わないといけないレベル。むしろなんでお前だけ生き残ってるのか謎だよ。お前の革新的なシステムとやらの詳細によって、とある爆弾が公式になるかならないかが左右されるんだよな。バトンペのふわふわ説明。お前が配備されたらアムロも文句言わないだろうけど、配備された時点で連邦軍そのものがかなり積んでる状況だと思う。初出がね、急に大前週で現れたとかいうリアルの方でもよくわかんないからすごい。確か初出自体はちゃんとゼータモビルスーツバリエーションなんだよね。タイラントソードに出てたわけではなく、ゼータモビルスーツバリエーションの機体なんだけど、 MSV 展開当時にはいなくて、キャプチャーだかの時に出たムックボンでしれっとゼータ MSV の仲間入りしてるって謎の登場だった気がする。なんでスパロボにディジェじゃなくて SER の方が先に参戦してるんです？しかもこっちは3回も出て、元の方は1回だけという。そんなアムロ専用機あったの？三重士を連れてきたよ。サンライズ AU 単2のガンダムマーク2。うっす、よろしく。ゼータガンダムデファインのゼロ式2型。頑張ります、よろしく。ガンダムトライエイジビルドモビルスーツのフルバースト、最高、ガンダム。よっす、どうも。本当に誰？赤く塗っちまえば何でもかんでも情けないやつ専用になるのと違って、電波専用機は即わかりする特徴がないから仕方がない。
本当に仕方がない。アムロ専用ディジェってなんだよ。怒らないでくださいね。もともとディジェはアムロのワンオフ機だったはずじゃないですか。なんか色変じゃない？なんなら本来リック、ディアスを地上用に回収したディジェを再道中用に回収したリック、ディジェなんてのもあるんだよね。どういうことだ？ディジェがアムロのワンオフ機という設定は撤回された。今はもう結構な数が量産されて出回ってる設定になってるんだ。ガンダムなら地図で夜名が乗ってたりもしたしな。なんならリックディジェじゃない通常のディジェも宇宙で普通に使えるらしいよ。ナラティブで夜名が乗ってたのも通常のディジェだしな。どういうことだ。ディジェがリックディアスの地上用回収機という設定、どこへ？すいません、回収機じゃなくてフレーム再利用した再設計機なんです。もしかして薄緑のディジェ、アムロ専用ディジェ、こいつってことなんじゃないすか？わぁ、超危険ディジェ、ディジェトラバーシアン、デース、シャア専用機でサイコフレームも搭載してるんだよね。すごくない？もうめちゃくちゃだな。ディジェである必要性、どこに？サイコフレームの試験にディジェ使ってたら勝手に大佐が乗り回して勝手にリミッター解除して壊したんだ。大佐がまたすぐ出撃したいからサイコフレームの世界図こいつ修理と強化してとお願いして生まれたのがトラバーシアなんだ。ガイアセイバーのアムロ専用モビルスーツ、ガンダムキラーとだけ言っておこう。アムロに新しい情けないモビルスーツが生えてきた。俺は悲しいぜ。整備士というか用意する側が勝手にアムロ専用機にしてるんじゃねえかなって思ってんだ。整備士ちキャハハハ、ディジェにアムロの A マークつけたれ。整備士に、おっそれはおしゃれやのう。アムロのコメント、なんやねんこの A って。僕はこんなマークつけた服着たことないで。メガデータやスザク、S、ザク、ザク3回、回、モアムロとシャアの専用機扱いしてもいいんすか？いいんだ、アムロ、例にはそれ、捏造、が許される。アムロ専用ダブルゼータガンダムとかいう古の読者参加企画で出てきた機体。俺は劇中でアムロに乗ってもらえたり、ガジだ。そして俺はアムロ専用機として開発を進められたが結局ペーパープランになったり、ガジカスタムだ。一機製造されてアムロに乗ってもらえるはずだったけど最終的に部下に譲渡されたリガフィードが許さないよ。リガフィカスタムやらリガフィードやら頑張ってゼータの代替品を作ろうとしていて連邦の嫌がらせでゼータが手に入らない悲哀を感じますね。今回は以上になります。このチャンネルでは機動戦士ガンダムについてのみんなの反応を紹介しています。動画制作のモチベーションになりますので動画が面白かったと思う人は高評価、チャンネル登録、コメントをお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。